はい、どうもタンタン札幌店です。クワイアンですね、続々入荷しております。クワイアンウクレレ、こちら、まあ、クワイアンのね、独特な形状のモデルのですよね。こちらエレボッコというシリーズなんですね。ソリッドボディでピックアップがついてて、ソリッドなので生音はねこれぐらいです。まあ、非常にまあ小さいかなと、まあ、家の中でね弾いてる分にはこのぐらいの音だったら自分に全然聞こえないわけじゃないんで、まあ、家の中の練習用の機種としてはね、こうあまり周りのを気にせず使えるのかなといった感じ。エレボッコ、そうですね、最初に説明するの忘れちゃいましたけど、このエレボッコはこの足跡っていう名前なんですけども、これが最大の特徴でしたね。そしてこれ、まあ、最初で言いましたけどマイクついてます。なのでアンプを通せばもうしっかりと音を出てくる。まあ、ライブなんかで、ね、使うとすっごい面白いかもしれないですね。こういうのをねストラップで抱えて使ってみるともう目立つのは間違いないですしね、こういった一本も面白いのかなと思います。でこれコンサートスケールなんで、エレボッコ実はソプラノのねちっちゃいやつもあるんですけども、あれは本当に5フレットまでしかなくて、なかなか使い道を考えるのが大変なモデルでもあるんですけど、デザインはね抜群なんですけど、そういったモデルもあります。ただこちらはね、今度フレットの数もしっかりどこまでだろう。5、7、10、12、13、14、15、16、17、18フレットまでありますから、まあ、しっかりちゃんとした楽器として、ウクレレとして使えて、ピックアップでアンプから音も出すっていう感じで、かなり使いやすい。まあ、ストラップはね、多分ね、ピンをちょっと打って抱えてやった方が、抱えやすいかなとは思います、はい。そしてエレボッコ、この何もこうデザインのないシリーズも1個あるんですけれども、これはこの足跡っていうこの肉球ですね、これがついてて非常に可愛らしい、そんな1本でございます。はい、ということでこちらクワイアンからですね、独特の形持ったエレボッコというシリーズのコンサート、はい、しかも足跡をついた一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。